三条駅は新潟県三条市に所在する東日本旅客鉄道新越本線の駅である短式ホーム2面2線を有する地上駅。かつては2面3線だったが、島式ホームの駅舎側の線路が本線から切り離され、河川は撤去されて現在の構造となった。ホームは古線橋で連絡している一番ホーム南端に1912年3月に気づかれ、 その後使用されていたランプ小屋が残されている。県三条駅管理の業務委託駅で、駅業務は JR 新潟ビジネスが受託している。緑の窓口が設置されている。2008年3月15日にスイカサービスに対応した自動改札機が導入された。位置通路は交通系 IC カード専用。駅舎にはタッチパネル式自動券売機、待合室、自動販売機、 化粧室などがある。2005年4月、駅舎隣に線路の東西を結ぶ連絡自由通路が完成した。これは、東駅最よりの新潟県立三条高等学校が校舎老朽化のため、2005年度より駅東側の市内、月岡地内に移転したことに伴って整備された。JR 東日本によると、 2018年度の1日平均乗車人員は1870人で、ある利用客数1、近年の推移は以下の通りである。東駅と八彦線北三条駅の間、いが市川右岸側には三条の古くからの市街地が広がっている。この市街地への距離は東三条駅よりも東駅の方が近いが、路線バスなどとの交通結節点としての役割は、 特急停車駅である東三条駅が担っており、JTB 時刻表における市の代表駅も東三条駅である。東駅周辺を含む五十嵐川南部は嵐南地区と呼ばれており、飛行業が数多くある。駅前には、交番や商店と食堂を兼ねる旅館、ボーリング場などがあり、新潟県道35号三条停車場線が北へ伸びている。駅東側には、 新潟県立三条高等学校や、郊外型店舗のほか、コロナの本社が所在する、周辺のバス路線図、路線バス及び高速バスは、隣の東三条駅が拠点となっており、当駅前からはごく一部が発着するのみである、東日本旅客鉄道新越本線、快速見つ駅三条駅東三条駅普通、東高寺駅三条駅東三条駅、ありがとうございます。